鈴木春雪は日本の現代音楽の作曲家。戦的素材に基づく作曲からスタートし、反復や引用などを取り入れたユーモラスな音楽を作曲している。映画、美術、その他あらゆるアートに対する探求心は彼の作品に独特の個性を与えている。作品の傾向は大きく4つに分かれ、反復物、苦闘点シリーズ、語り物、そして、 映画音楽である。これら4つの傾向は一見無秩序に見えるが、詳細に検討すると、そこには美学的立場とでも言うべきもので共通したものが、垣間見える。反復ものは、電子音楽、システマティックメタルや、ポースティー・ブライヒ、あるいは、クラリネットとオーボエのための、ヒックアップ、するポンティー・ェロの音色が悩ましく聞こえ続けるバイオリンと、ピアノの、 二重の鍵などで様々に試みられている、ある素材の反復的操作を中心としたもので、作例のわかりやすい説明としては、1、12、123。つまり、準備したメロディなり電子音なり、何らかの素材を何らかの規則に従い反復していくのだが、例えば、二重の鍵などではさらに反復することに調整をずらすなどして、反復された際の違和感を増す仕掛けが組まれる。 こうした直線的に進行すべき流れを非常に客観的に、ある主暴力的に切断することへの好みは、鈴木春之の作品の特徴の中でも、とりわけ重要である。日本の作曲20世紀で公開された本人の意図は、収まりの悪い半端なタイミングを得るためとのことだが、ロココ学派の不当音符が、 演奏家の上品な趣味を強調するために使われた技術であるのに対して、鈴木のそれは、聴覚的なバランスの不一致に向けられている。マウリツ・ヨカーゲルの、オーケストラのためのエチュードに禁じした技法が見られる。2は、直裁に言えば引用である。クトテシリーズではこの好みがより明確な形で、示されており、鈴木春雪自身は、関節外しあるいは、 脱臼といった言葉でこれを説明している。苦闘典シリーズはソロ楽器のためのシリーズで現在までに7作書かれている。このシリーズで探求されているのはあらかじめ用意された素材の流れの中にマイルス・デイビスやバッハなどの異素材を断続的に挿入することで音楽にくさびを打ち込み脱臼させるというもので挿入される異素材は 聴覚上にマンネリズムを生まないよう複数用意され、周到にタイミングを図られ組み込まれる。彼はこれを耳に引っかかると説明している。語り物は鈴木春之作品の中でも特にユニークなものである。この作品は語りと複数の楽器、あるいは歌手により演奏されるが、これまでに5曲作られている。カンボ通文紀においては、歌曲を歌う、ソプラノ歌手とピアノ、 歌を歌うボーカルとキーボードがそれぞれ歌曲、歌を同時に歌うような状況が何度も訪れる。それぞれはそれぞれのスタイルで歌唱し演奏するのであって、さらにそこに語りが介入し、不可思議な音響空間を生む。これらバラバラに見える複数の流れはしかし、ある演奏者の演奏が他の演奏者の合図となるように仕組まれ、ところどころ同期され、 非常に得意な音楽的やりとりの場が生まれる。伴奏から、祖語においては、商業音楽のイデオムよりのただれたピアノが、突然無関係に、線的な素材を挿入されるかと思うと、ともみんはピアノに合わせて、歌を歌う。発信音で声楽を真似るアイディアは、一柳里氏も、同種のシアターピースで用いているが、今作では、ともみんが、通常の、 発信機としての役割に突然帰り、課長域を大きく横断するシーンが語りと組み合わされる。聞き手は語りの内容に付随した音響がなっているのだろう、といった従来の感覚を曲の随所で大きく揺さぶられる。これら語り物は、例えばフランスの作曲家、リューク・フェラーリー、そして作家、映画監督でもあるマルグリット・デュラスの影響を受けていると、 鈴木本人も言っているが、90年代に作られたインスタレーション、循環する日常生活における家電製品のスイッチが他の家電製品の動きに連動され連鎖していくというコンセプトと通じる面があるという指摘がある。現在までに書かれた語り物は、矢などと異なりすべてが動詞の技法に修練されない。発売元のヘッツは主にポストロックを扱うレーベルである。 鈴木の映画音楽の仕事には、概ね2種類あり。一つは、新作映画に音楽をつける仕事で、スワーツヒコ、宮岡秀幸、江本敏郎といった映画監督との様々な仕事をしている。鈴木は、ミシェル・シオンの映画音楽の理論に大変影響を受けており、映画の中に含まれる様々な音響を音,響を音楽と同等のものと捉えて作業する。鈴木は、 どのような映像に対して、どのような音楽をつけても合う。だからこそ映画音楽の手腕が問われるのであると言っている。鈴木はまず脚本や映像を十分に分析し、その中で必要とされるタイプの音を用意するので、音楽素材のスタイルにある決まった方などはない。時には雑音、ノイズを多用し、またあるところではロマンティックな旋律を用意する。 鈴木はこれまでに4作の過去のサイレントフィルムにライブで音をつけている。2000年のムルナウ監督のノスフェラトゥ、2002年のカールドライヤー監督のサバカルルジャンヌ、そして2006年のジガベルトフ監督カメラを持った男のライブではサイレント映画への伴奏付けとは全く異なる独自のアプローチがなされている。個展、レクチャー、演奏会やイベントの企画、プロデュース、 執筆活動などのほか演劇、美術、映像など多ジャンルとのコラボレーションも積極的に行っている。3 1 1後は原発事故で故郷から2 5 0トル離れた避難生活を強いられた人々を1年半取材したドキュメンタリー、双葉から遠く離れてや在来作物の保護を通じて、モンサントを批判したとも評される、読み返りのレシピなど、 社会性の強い作品の映画音楽を担当している。引っかかり方は、エクスムーシュクに詳細に述べられている。エクスムーシュクのウェブ版。ありがとうございます。